日本中国地方広島県広島市中区千田町、広島赤十字、原爆病院、広島大学本部キャンパス移転後のこの地区を代表するランドマークとなっている。千田町は広島市中区に位置する町である。ここでは千田を町名に含む地区の総称として用いる。京橋川、元安川に囲まれたデルタの最南端に位置する。かつては、 広島大学をはじめとする多くの学生が学業に励み生活していた市内有数の文教地区として知られていたが近年の大学移転により学生街としての性格は次第に薄れつつある。また戦前から多くの RC づくり建築物が立地していた関係で広島大学給理学部1号館を筆頭にいくつかの被爆遺構が現存している。千田貞だ 町名の由来となった初代広島県知事、広島の深海地発展図。この地区は大半が国体重機深海として、法歴3年以後の一部は国体寺村としてそれ以前の開発によることがわかる。1880年の広島市地図広島高等市販学校。1902年にこの地区内に開校し、戦前の文京地区としての千田町を象徴する。 学校であった。1930年頃の広島市地図。広島講師、高校など、現在の広島大学の旧生前進行のほか、広島工業学校、新徳工所など、現在は、地区外に移転している学校が立地していたことがわかる。1939年の仙田町地区北半部の航空写真。中央に春行直後の広島赤十字病院。その右側に、 広島講師、広島分離大の高地、下方に、広島貯金支局、山中高等女学校の高地が見える。なお、この時点では、講師の北側から、日赤病院の南を通り南大橋へと抜ける、広島市道駅前、吉島線が開通しておらず、木造橋であった南大橋の下橋位置も現在とは、若干異なっている。 1945年アメリカ軍作成の広島市地図、千田町と表記されている。1962年の航空写真、指導駅前、吉島線が開通している。1990年の航空写真、広大キャンパスの全面移転完了を控えた時期のものである。被爆後の広島赤十字病院宇治名子を執行した、当時の広島県令の千田貞明。 あるいは彼にちなんで命名された地区内の千田通りに由来する。千田町はもともと半世紀に広島湾東に造成された深海地である。当時の広島城下国大寺村と国大寺、沖深海にまたがる位置にあり、村内を通る平田屋川、は、斎藤川の二雲川、後年、千田町地区の東西の境界となった。明治期になって京橋川を隔てた。 ウジナ港の蓄光事業が行われると1885年には村内を横断し、市中心部とウジナに至る振動とみ行き橋が建設され、振動は当時の広島県知事、千田佐田秋にちなみ、千田通りと呼ばれるようになった。さらに大正期の1912年には、この千田通りに現在の広島電鉄宇品線が付設、開業し、交通の整備も進んだ。 そして1916年になって、国体寺村から分割されて、千田忠し暁、または千田通りの名にちなむ千田町が新設された。1902年以降、この地区には、山中高等女学校、広島高等師範学校に始まって、新徳高等女学校、県立広島工業学校、広島高等工業学校、おさむ道中学校、 広島文理科大学などの高等、中等の教育機関が新設、移転により立地するようになった。この結果、千田町は文教都市としての広島を象徴する町となり、この一帯は急速に宅地化するとともに、下宿、書店、飲食店などが立ち並び学生街が形成された。また、地区の南半部には、神戸製鋼広島工場、広島伝統、 仙田町発電所が建設、神戸成功の撤退後にはその跡地に、帝人広島工場が進出するなど、工場地区としての発展を見た。このうち広島電灯、仙田町発電所は、1920年の竣工当時は最新鋭の発電設備を備えており、この発電所の稼働によって、広島市内で電灯が一般に普及するようになった。 また同年創業を開始した定人広島工場は一時は約18.000人の工員が勤務するなど大工場として発展したが1935年の岩国三原工場新設により一時閉鎖に追い込まれ以後は研究所のみが存続したしかし1938年には創業が再開され戦争末期にはここに本社が疎開してくるなど活気を取り戻しつつあった 1945年8月6日の原爆投下に、際しては、千田町地区はおおむね爆心地から1.5から 2.5km 前後に位置しており、北半部は全焼もしくは全壊、南半部はやや被害は小さかったもののほとんど、半壊地域であり、建物疎開や公共機関での勤労奉仕のため、動員された学とも含め多くの人的、物的被害を受けた。地区内では、 最大の医療施設である赤十字病院も大きな被害を受けたが早い時期から殺到する被爆者の治療に当たった。なお、当日正午前、市中心部方面から被害の小さい宇治内へと避難するため、お幸い橋に沈めに集まってきた人々を中国新聞カメラマンが撮影しており、当日の市街地の状況を知るほとんど唯一の写真となった。 また RC 作りのため焼け残った数少ない建物の一つである広島貯金支局局舎の地下室には多くの負傷者が避難し当日夜の出産の光景を描いた栗原佐子の死馬め面かなの舞台となった1977年には仙田町一丁目地区の原爆慰霊碑として振り返りの塔が建立されている戦後都市計画の施行によりこの地区では 千田通りが拡幅され、また駅前通り、五彩矢橋西詰通りなどの主要指導が新たに付設されるなど、道路、区画の整備が進み現在につながる街並みが形成され、1959年には、高野橋交差点付近から広大正門前付近に至るまでの約300メートルの千田通りに面した店舗を千田町商店街として商店会組織が発足した。 また、県立広島工業高等学校が鉄車町に移転したものの、1949年には、前期の広島講師、広島女講師、広島高専、広島分離大などを包括して、新生広島大学が発足し、本部キャンパスが置かれたのでこの地区は、市内随一の文京地区であり続けたが、その一方で原爆で壊滅的被害を受けた定人広島が敗戦直後に、 閉鎖されるなど工場地区としての性格は薄まった。1956年には、広島赤十字病院内に、広島原爆病院が併設され、被爆直後以来の救護活動を基礎に被爆者医療のメッカとなった。1980年代以降、広大は、東千名町の本部キャンパスが、手狭になったことから本部及び主要学部キャンパスの、東広島 C 店を進めることとなった。 これに対し地元住民は大学関係者と連携して広大発祥の地としてキャンパスの存続運動を展開し東仙田キャンパスとして一部施設を残すことに成功した。しかしほとんどの大学施設は1995年までに新キャンパスに移転してしまったため仙田町地区は文京地区として陰りを見せるようになり書店、大衆食堂、 レコード店など学生向けの店舗も次第に減少し、2014年現在では、中東以上の教育機関として、広大、東千田キャンパス以外には、修道高校、中学校を残すのみである。1980年代後半以降、千田町地区の南半部では、原爆で焼け残ったため整備が遅れていた地域の再開発がようやく本格化し、1992年に、 南千田橋及び広島市道霞交互線の開通によって、ほぼ現在の街路が整備されるに至り、また広大工学部キャンパスの跡地に仙田公園などが整備され文化施設の立地が進んでいる。その一方で、広大本部キャンパス跡地である東千田公園では、整備が停滞しているため町の未来像は完全には明確化していない。 こうした停滞ムードにこうして1997年以降、地元住民、市民、広大生及び行政がタイアップして、千田和書祭りが開催されている。名称はいずれも廃止、消滅時点のもの。広島地域に際して資材を運搬するため掘作された2つの運河があったが、現在は埋め立てられている。ありがとうございます。